はい、皆さんこんにちは、下田武史でございます。今回やっていく内容はコスト相償治療薬の選択について確認していきます。あるご依頼でコスト相償治療薬ってどうやって選択してるんですかというね、そういう質問いただきましたんで、今回はコスト相償治療薬ってどんな感じで選択していくのかってことを確認していきましょう。じゃあそんな中でまず第一選択薬なんですが、何をね第一選択薬としているかというと、ビスホスホネート製剤。これが第一選択薬となっています。お薬としてはホニャララドロンというやつですね。ホニャララドロン酸と言われるもの、これがですね第一選択薬として使われているということになります。じゃあこのビスホスホネート製剤なんですが、何があるかというと、お薬としてはアレンドロン酸、リセドロン酸、あとはミノドロン酸とかあるんですけど、特に使用成績いいのはアレンドロン酸とリセドロン酸、使用成績がいいとされてます。骨密度上昇作用認められてますし、あとは椎骨骨折予防、椎骨以外の骨折の予防、あとは大腿骨筋異部の骨折の予防なんかに効果があるということで、アレンドロン酸、リセドロン酸っていうのは使用成績がいいとされているということです。なので現場なんかで働いててもよくね調剤することあるんじゃないかなと思います。じゃあこのねビスホスホネート製剤で全て対応することできるかというと、重症の場合はビスホスホネート製剤では対応できない。じゃあこの重症例では何使っていくのかというと、重症例ではテリパラチドを使っていきます。まあこれもかなり使用成績のいいお薬となっているということです。骨密度なんかがっちり上昇させてくれるんで、重症例ではテリパラチドが選択されることがあるということです。じゃあこのテリパラチドを重症例に使うことできていいよねって話なのかもしれませんが、このテリパラチドには難点があります。何が難点かというと、使用期間に上限があります。2年間しか使えません。ちなみにこれ以上長く使った場合に考えられることとして、骨肉腫を誘発する可能性があるとされていますんで、まあ、2年間にしといてねというふうに言われてますから、使用期間は2年間となっています。なのでテリパラチド使い出した場合というのは、どれぐらい使ってるのかってこと、これをねちゃんと確認していかなきゃいけないということになります。あと使用期間が2年間と決められてるんで、ホイソレとテリパラチドを使うことができません。重症例なんかにテリパラチドを使っていくという感じになりますんで、この2年間の上限があるんだということをちゃんと分かっておきましょう。じゃあ次はですね、第一選択薬ビスホスホネート製剤使いにくいってなった時何使っていくのかってことになるんですが、閉経後の場合ですね、まあ、閉経後で症状がそんなに重たくない場合、こういった場合はこれを使いますね。サームを使います。選択的エストロゲン受容体モジュレーター、サームですね。ラロキシフェンとかバゼトキシフェンと言われるお薬ですね。これを使っていくということになります。ただこのサームはですね、基本的に女性にしかね、使うことありませんので、まあ、閉経後で軽度の場合はサームということになるんですが、男性の場合はこのサームが選択されることはありませんので、注意しとかなきゃいけないということですね。で、あとは中高年でビタミン D が足りてません。それによってですね、カルシウムの吸収が悪いとか、まあ、そういった人にはですね、何使っていくかというと、ビタミン D 製剤を使っていきます。まあ、これもよく使われている感じですよね。で、このビタミン D 製剤なんですが、何があるかというと、ビタミン D 製剤としてはですね、今現状使われるものとしては、アルファカルシドール。そしてですね、カルシトリオール。で、あと、L でカルシトールというね、お薬使われてます。で、L でカルシトール、エディオールと言われるお薬なんですが、これが特に使用成績がいいと言われてますんで、今ね、エディロール使ってること多いんじゃないかなと思います。なので、エディロール見たときに、あ、ビタミン D 製剤なんだけど、特にね、使用成績いいからよく使われてるんだなっていうふうに押さえておいていただくといいかなという感じになります。これがビタミン D 製剤。ビタミン D 不足によって、骨粗鬆症を誘発している場合に使われるお薬ということになるわけですね。で、このサーム使った、ビタミン D 製剤使った、それで効果不十分、もしくはですね、これらによって副作用なんかがある。じゃあどうするってなった時に、代替薬を使っていくということになります。もしくは効果の高いお薬使っていくということになるんだけど、何使うかというと、お薬としては、抗ランクル抗体薬ですね。まあ、ここで出てくるのが、デノスマブとなります。
まあ、これがですね、効果高いということで、サームとかビタミン D 製剤で対応できない場合に使われることある。もしくはですね、これらで効果不十分の場合に何に使っていくかというと、重症例で用いられるテリパラチド。これが選択されることあるんだなってことを知っておきましょう。で、このデノスマブなんですが、特にですね、副作用として、低カルシウム血症を誘発することがあるということで、どうかというと、このデノスマブについてはですね、この低カルシウム血症を防止する目的で、お薬を併用していきます。それが何かというと、それがデノタスチュアブル配合錠。となっていますね。まあ、このデノタスチュアブル配合錠は、鎮光炭酸カルシウムとかですね、あとはコレカルシフェロール、あとは炭酸マグネシウムなんかが入ってるんですが、低カルシウム血症を防止する上ですごく効果があるということで、デノスマブ使ってるときは、デノタスチュアブル配合錠、これを一緒に使っていくんだとされてますんで、このね、デノスマブ使ってるときに、一緒にね、デノタス使ってるんだなってこと、このことをですね、確認していく必要があるよとされてるということです。これが何かというと、これがコスト相償治療薬の選択についてのお話なんですが、まあ、コスト相償治療薬で、ね、使われる代表的なお薬だだっと挙げてます。ビソホソネット製剤、テリパラチド、サーム、ビタミン D 製剤、そして、抗ランクル抗体薬、デノスマブ、この辺がですね、どうやって使われるのかっていうのを、こんな感じでフローチャートに収めましたんで、皆さん、コスト相償治療薬触るときに、あ、こういった理由で使われてるんだなとかね、まあこれぐらいね、症状あるから、あ、このお薬選択してるんだなとか、まあそんな風にね、把握してもらったらいいかなと思います。ということで、これが何かというと、これがコスト相償治療薬の選択についてのお話ということになります。それではまた。